はい、速報です。今日はですね、9月1日、ツインリンクモテギサーキットで行われているフルコースでの試乗会、車両はですね、台湾メーカーのキムコ社から出た、AK550 というですね、なんとプレミアムメガスクーター 550cc のスクーターのですね、プレミアム試乗会が行われました。それもですね、今回はですね、台湾メーカーだけにですね、韓国そして台湾からもですね、ジャーナリストたちがやってきて、合同の試乗会、多分今向こうで話しているのは台湾の言葉とかばっかりですよね。そんなこんにちは。そんなですね、試乗会をですねこれも台湾の雑誌屋さんなんですけどね、やってきました。今回私はですね、この台湾のキムコのマシンは、非常に期待はしているんですよね。私自身がですね、台湾で、結構商売をですね始めたのが2002年ぐらいかな、2002年から2007年ぐらいまで5年間ぐらいはですね、台湾に随分お店をですね、出したというか、看板を掲げてウィズミーのショップをですね、随分十何店舗かをですね、看板を掲げてもらってたことがありました。クラブウィズミー台湾というのもあって、随分クラブインも、向こうで走っていてね、私も随分招待されて、毎月のようにね行っていたんですが、その中で、キムコっていうオートバイはね、かなり幅を利かせていたというかね、もちろん日本のメーカーもたくさんいたんですが、その時から一生懸命ですね、このキムコっていう台湾のメーカーのバイクはですね、たくさん走ってました。キムコ社自体はですね、1963年に設立というか、ホンダの技術提携により、キムコ社が、できてきたということになるんで、やっぱりホンダの製品政策の中で生まれてきたメーカーなので、本当に日本仕込みという形ですが、途中からですね、独立して、オリジナルの、スクーターをメインにした車両作りを行ってきていると思います。そんな、キムコ社がですね、昨年2015年かな、キムコジャパンというのをですね設立いたしまして、日本でオリジナルで独自に、販売を頑張っていくということで、そのですね、一大頑張る商品がこの AK550 という車両になったようです。今みんなね、にっこり笑顔で答えてくれてるんですが、ツインリングモテギフルコースで走ること自体がですね、これはですね、かなり予算をありがとうございます、かなり予算をね使ってると思うんですけどね、そんなですね、台湾と韓国のねメディアがたくさん来て、今一生懸命ね試乗会をやってる中に私もですね、混ざってやっております。今回の、このね、AK550 の試乗インプレッション、詳しくはですね、ヤングマシンの9月24日発売号で、やっていきたいと思いますが、基本的には、かなりのスポーツバイクですよ。馬力もね 53.5 馬力かな、ほとんど XADV と同じ7半と同じ馬力を持ってますから、T-MAX より速いんじゃないかと思うし、キャリパーもブレンボですよ、ラジアルマウントブレンボをつけてるとかですね、そんな気合いの入った、マシンのですね試乗会をツインリンクモテギで行っておりました。以上、ツインリンクから速報、キムコ社製 AK550 の試乗会の模様でした。